上、おこっぺ駅に停車中の列車1978年の上、おこっぺ駅と周囲約500メートル範囲。右が門別方面。国鉄型配線の2面3線で、駅横の貨物積み下ろし場へ引き込み線。駅裏側に2本の伏線とそこより、門別側に伸びる貨物の留置線がやはり2本ある。伏線から上へ向かって分岐しているのは上。 オコッペ石灰工業所の専用線。また駅裏内泥川には市の橋駅間にある点、北峠越えの補給機関車の待機線が残っていて、給水塔や転車台とともに、蒸気機関車が放置されているように見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上オコッペ駅は、 北海道門別群西小ッペ村座城を小っにあった北海道旅客鉄道なよろ本線の駅である。なよろ本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム、島式ホーム複合型に面3線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは 駅舎側ホーム中央部分と島式ホーム東側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側短式ホームが上りの1番線、待合所が設置された島式ホーム駅舎側が下り、及び当駅を立会しようの2番線、島式ホームの外側が下り貨物列車専用の副本線である3番線となっていた。その他1983年時点では、 一番線の名寄方から分岐し、駅舎西側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの貨物側線を一線、三番線の外側に貨物用であった側線を二線、及びそこから分岐する行き止まりの側線を多数有していた。職員配置駅となっており、駅舎は構内の南側に位置し、上り線ホーム中央部分に接していた。私の旅スタンプが設置されていた。 当駅の所在する地名より、地名は、おこっぺ川の上流に位置したため、おこっぺに、上を冠する。上、おこっぺ鉄道資料館旧駅構内は1994年5月1日から、西おこっぺ村により、上おこっぺ鉄道記念館として整備されている。開業当時からの木造駅舎を現役当時のままに、保存するとともに自由に見学できる、鉄道資料館とし、車内には、 備品、蒸気機関車の動輪、軌道自転車、駅名板、制服などが保存、展示され、専用鉄道の歴史も伝えられている。レールと、ホームも保存され、旧二番線上に横付けする形で、キハ27、型機動車キハ27109と、DD14 型除雪車 DD14302 号機の、ロータリー式除雪機構部が連結された状態で、生体保存。 展示されている。また、腕木式信号機、踏切警報機も設置されている。2010年時点、2011年時点でも同様で、ホームには本物の駅名標も保存されていた。ありがとうございます。